最速パイオニア寝台レポート。今回は花花シリーズ最新作スーハナライジング -30 を紹介していきます。はい。で、今回のねスーハナライジングは AD 機になっておりまして、天国モードに突入させて、そこでボーナスをループさせていくというゲーム性になってます。天国モードの最大ループ率が約 93%、 オキスロ AT 機の中ではナンバーワンの数値になってます。スペックがこちらです。はい、まず初当たり確率が216分の1から180分の1、出玉率が 97.8% から 108%、 でビッグ図柄が3種類、ピンクと白とあとバー揃いもありますね。ビッグが3種類とレギュラーが2種類になってます。で今回は説明しやすいように見本機使っておりますので、初当たりから天国、まあ、突入天国までをお見せしようかなと思います。はい、これで今ハイビスカスが光りましたので、これでボーナス確定です。花花なのでね、いつもと同じ光り方です。このゲームは義手儀なんですけれども、まあ、自分が好きな方の図柄を狙って揃えてください。今回はまずはピンク7から揃えていきます。はい、これでビッグボーナスです。はい、これでボーナススタートですね。でビッグ図柄3種類あるんですけど、揃えた図柄によってボーナス終了後のフェザーランプの質が違ってきます。なのでこれまた出た後に説明しますね。消化中は押し順に従ってこうやって消化してください。ビッグボーナスが60ゲームで約200枚獲得できます。はい、で今リールサイドが赤緑にフラッシュしました。この時はノーマル花のと同じように左にチェリースイカを狙ってください。これでチェリーです。サイドのフラッシュが分かりづらいという方はセグの間も今回は同時にフラッシュするようになってます。消化中はね、大体この押し順のここ見てると思うので、そこもね分かりやすくなっております。これで最終ゲームですね。はい、でボーナス終了後はこのフェザーランプのフラッシュ要注目してください。ピンク7で揃えた場合はノーマル花々と同じような下内容になってます。はい、ここですね。はい、黄色に光りました。ビッグとレギュラーどちらも同じ下内容になってます。ここはねノーマル花々と違うところなので、ここは注意しておいてください。何の図柄で揃えたかと何色に光ったかというのを最後見るようにしてください。はい、ではここからは本気の叩きどころ天国モードのご紹介です。この天国中は32ゲーム以内に当たります。でボーナス確率が約16分の1ですね。天国モードに突入させるための通常時のモードっていうのが全部で4種類あります。通常 A、 通常 B、 チャンス、天国準備、この4つですね。それぞれで天国モードの突入率が変わってきます。通常時どのモードに滞在してるかっていうのを示唆してくれる演出もありますので、それが出た時は見逃さないようにしてください。今30ゲーム、おお、31ゲームで光りました。さあ、じゃあ次はちょっとバー狙ってみましょうかね。ほい、これでビッグボーナスですね。はい、バーで狙った場合はボーナス終了後のねフェザーランプの大きさは次回天国モードにいるかどうかというものになります。これもボーナス終了後ね、また説明します。はい、これチェリーで、バーの場合は次回天国判別なので、フェザーランプが赤以上に光れば次回天国濃厚となります。さあ見てみましょう。おお、赤に光ってくれました。これでまた次回天国にいるということですね。天国モードなんですけれども、まあ、通常時同様4つ天国モードもあります。天国 A、天国 B、ライジング、スーパーライジング、この4つですね。ループ率が約 67% から最大約 93% になってます。見た目上分かりづらいんですけども、ライジングとスーパーライジングから転落した場合は必ず天国 A もしくは天国 B に転落することになりますので、そこだけ覚えておいてください。さあ、ここは天国にいてくれてるので、まあ、安心の32ゲーム間ですね。ちなみにさっきバーで赤に光ったんですけど、青に光っても全然天国のチャンスはありますんで、そこだけ覚えていてくださいと思ったら光りました。おーっと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 、ちょっとバー押しちゃいましたね。バーが止まっちゃいました。ちょっと白7揃えたかったんですけどね。まあいいや、バー狙っちゃいましょう。はい、これでボーナス3回目。
これでまた赤に光ってくれればまだまだ天国にいる、あれもしかしたらライジングかスーパーライジングにいるんじゃないかなっていう、まあ、妄想もできますよね。お、出ましたね、消化中に今7が揃ったのでこれで1ゲーム連です。おそらくこのチェリーですね、チェリーで1ゲーム連に当選してという形だと思うんですけど、まあ、この、ね、1ゲーム連7が揃う演出も今みたいに推し順ナビの矛盾、あと他にもいろいろあったりするので、これはぜひ実機でいろいろ楽しんでいただければなと思います。1ゲーム連がもらえた時は消化中ねプレミアム天物に変わります。この時はもう一個ビッグボーナスもありますし、次回まださらに天国もついてくると、なのでこれはちょっと至福の瞬間です。はい、これで最終ゲームですね。でバーで揃えたので、まあ、何に光るか、青か赤か虹か、あ、青に光りましたね。ちょ、1ゲーム連獲得したので、まあ、次回天国なんですけど、まあ、青に光ってます。青でも全然あるってことですね。1ゲーム連があるときはボーナス終わった後もハイビスカスがつきっぱなしになってます。プレミアム点滅見たい方はここでじっくり見るのもありかなと思います。で1ゲーム連なのでこのレバーで、はい、光ってボーナス、じゃあ白7狙いましょうね。はい、白7は次回のモード判別に使えます。先ほどね1ゲーム連したので、まあ、次回天国は濃厚なんですけど、まあ、見てみましょう。また、はい、はい、これで最終ゲームです。さあ白7で揃えましたので青から2の何に光るか、おお青に光りましたね。まあ、次回天国は濃厚になってるんですけど今青に光りました。ボーナス図柄ね全部で3種類あります。ピンク白バー、それぞれで示唆内容が違いますので、その時々で知りたい情報、次回のモードなのか次回天国がどうなのか、その時知りたいのを狙って揃えるようにしてください。はい、光りました。ピンクなの狙いましょうかね。おお、流れましたね、ダイナミックリュック流れました。これが流れると次回天国モード濃厚になります。この、ね、ダイナミックリュック、まあ、オキスロと非常に親和性の高い曲で、あの今だと高校野球の応援などにも多く使われてるみたいですけれども、はい、今回はこれを搭載してます。これ以外にも次回天国モード資産になる、まあ、プレミアム楽曲いくつか搭載しているんですが、で曲がわからないということはこの推し順ナビの色を見ていただければ、普通は黄色なんですけど、まあ、紫になってますよね。紫に変われば、まあ、次回天国モード以上濃厚と思っていただいて大丈夫です。でこのダイナミック琉球以外にもモードを示唆する演出というものいくつかありますので、最後に、ね、それをご紹介します。以上スーハナライジングのご説明でした。オキスロ AD キーナンバーワンのループ率約 93% を搭載した本機の導入を楽しみにお待ちください。そして本機の導入予定日はこちらを予定しております。パイオニアチャンネルでは導入前後もこのスーハナライジングのね動画いろいろ公開しますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。